昼のツタンカーメン。皆さんこんにちは。幸せのソプラノ歌手須藤めぐみです。今日はチミチュリソースを使ったスペシャル料理をお送りしたいと思います。まずは材料の方からどうぞ。それでは材料いきます。ピーマン、ニンニク、バジル、パセリ、レモン、セロリと調味料がオリーブオイル、タバスコ、ハラペーニョソースと胡椒と塩と、なんとコカ・コーラでございます。そして肉はアメリカンビーフ、アメリカンビーフがポイントですね。肉、すね肉、シチュー用と、またこれは別で鶏肉で、何に使うのかも楽しみのとろけるチーズです。まずルクルーゼの鍋じゃなくてもいいけど何でもいいです。それをですね、ここにチミチュリをちょっと辛めに作るんですね。はい、チミチュリ辛めソースに合う鶏肉でございます。これを鍋に入れます。お鍋に鶏肉を入れました。ここにコカ・コーラをひたひたになるまで入れます。どれぐらいがひたひた、こんなもんかな。いい音がしますね、シュワーン。こんなもんかな、もうちょっとかな。ひたひただからにです。はい、ではこれで火をつけまして、中火くらいで蓋します。蓋してひたすら何も考えずに程よいところまで煮るということですね。そうです。蓋しました。これで程よいところまで煮ます。はい、どうぞ。これで10分ぐらい煮たら、ちょっと余熱で煮ます。余熱で煮るってなんだ。ちょっと置いてこんな感じになりました。これを引き上げたいと思いますが、なんかコーラで煮たのに色がない、黒くない、不思議不思議ですね。じゃあこれを袋に詰めたいと思います。こんな感じで袋に詰めて、実はこれから移動でございます。そして残った汁は、これは必要ないので捨てちゃっていいそうです。こちらも塩コショウしました。これで袋に入れて下ごしらえ完了でございます。ということで下ごしらえをしてきましたので、これからこちらのお店に行ってみたいと思います。こちらのお店とはこちらですよ。妖怪ミチムンがいるドイツコーヒー夢です。ではこれから入りたいと思います。こんにちは、お願いします。最初からいらっしゃい、こっちから出てきたよ。こんにちは、これから妖怪出ました。妖怪出たよ。今日からあの夢組チャンネル始めますから。夢組チャンネルね、はい、夢組チャンネルにしますから。もうこの2人の面白さしかないよ。よろしく、よろしく。今日はね、ゼロ回で、はい、ゼロ回でチミチュリパーティーで。お、いいね、チミチュリパーティーね。お願いします。チミチュリパーティーよろしくどうぞ。はい、すいません。ということで、市川先生、ここでいきなり料理今日はお店が混雑しておりますので、市川先生ここでもう作り始めますよ。はい、ニンニク、まずはニンニク剥きます。もう他のお客さんびっくりしてます。こんなところで料理が始まった。お、
ちょっと潰すのがいいですね。そうしないと剥がせねえからね。そうそうそう、先生はあの一応おしぼりで手は拭いてはあります。拭いてますよ、大丈夫ですよ。大丈夫です、そんな細かいことは気にしない。うん、みじん切りに。まあニンニクは2かけくらいでいいですか。2かけですね。はい、これをミキサーに入れます。はい、次はバジル。バジルは洗っていいですか先生。いいです、大丈夫です。大丈夫です、洗ったら、洗ったら、ね、今多分こういう風になってる、はい、あ、そっか、パックに入ってるから大丈夫ですか、ね、あ、いい香り、はい、バジルのいい香りがしております。今ね冬なのでちょっとお野菜のね高いんでね、高いんですね、でなんだけどちょっとここはね、あ、すごいすごい、本当にいい香り。次にパセリ。パセリは本当はもっといっぱい入れた方がいいんだけど、本当パセリが多い方が多いし、ね、これしかね今日はパセリ売ってなかったです、売ってなかったんだ、はい、だから夏場の方が本当はうめんないね。そう、夏場の方が生き生きパセリが手に入る。パセリ多めが美味しそうなんですけど、今日はパセリが多めの方が断然うまい。ます。あ、一つで良かったかな。え、入れきんない。一つで良かったね。え、本当、ま、え、でも入れたらビューンってちっちゃくなっちゃうんじゃないですか。入れない、これで入んねんだよね。入んない、本当。ちょっと少しずつやってた方がいいな。ちょっとウィーンって一回やりますか。あと衣いるか。それもね、はい、衣もね、贅沢なことにね、はい、葉っぱが使えてるからここいられんだよね。え、弓で食って。そんな贅沢。え、そこが美味しいとこじゃん。そう、一番うめえとこなんだけど。は、いるのは葉っぱなんだ。葉っぱ。え、逆かと。だからここはむしろあれにしてって感じ。サラダ。サラダに使ってる。ああ、なるほど。なんと贅沢で。ここに入れてくれるサル？はいよ。ここに前でいいかね。うん、いいよ、出してもいい。レモンは絞って。来てください、お願いします。ピーで絞ってきます。何それ、ピーって、ピーって何。お殿ちゃんと、お殿ちゃんでしょ、なんで近藤先生と道文の話は、恵みは半分も分かりません。二人で不思議な話をしております。これが面白い、金融ゴリラの焼肉。これでピーマンはね、2個ぐらい。ピーマン2個、 GoTo で大阪に。ピーマンもしかして中身は入ってないか、種は取って取りますよ。なんかこれ食べてもいいつわさもあるんですけど、いや全然食えますよ。でもやっぱり一応はね、歯ごたえ全然、種も粉々になっちゃうか、なっちゃいますけどね。まあ今日は、ね、なんかね、グリーンな匂いがすごいしますね、このグリーン系のものを。グリーンがいいんですよ、グリーンがいいですね。今日は高級塩、高低塩を小さじ1杯、大盛り1杯、小さじじゃないじゃんみたいな。こんなもんでいいんですか。この野菜に対してこれぐらいのお塩でいいってことですね。もうちょっとかな。もうちょっとか。このね、塩加減が難しい。こんなもんだね。はい、こんなもんですか。ちょっとですね。はい、はい、じゃあレモン汁を、はい、レモン汁の量を。レモン汁はこれ何ですか。カップ1。1個分だから。これでいいちゃんと。これで入れる。レモン1個分。レモン1個分だとどれぐらいの量になるかというと、これが50くらいかな。50ぐらいかな。はい、じゃあ50入れてみましょう。はい、入れます。はい。そしてオリーブオイルが、オリーブオイルの実はレモンと同じくらい入れるんだよね、はいはい、レモンと結構入れないとダメなんだ。結構入りますね、50。結構変ね、とんまくになります、はい、これぐらいに対して50入んないと美味しくないそうですよ。ネタとして使われるから。こんなもんですね。これくらい入れないとんまくなんだよね。そしてここがこれ大丈夫なんだろうかの、ハラペーニョ。これ入んなきゃうまくねえのさ。美味しくないんですね。うまくねえの、はい、これでちょっとなんか今日は辛みにするというお話だったんですけど、ちょっとお子さんが、でもお子ちゃんがいるから柔らかくして。今日はね、お子ちゃまがいらっしゃるのでちょっと少なめでいきます。はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 まあ15滴ぐらい入りましたよ。こんなもんですね。全然大丈夫だよ、はい、で、いよいよ、はい、いよいよ蓋をして蓋をして、ミキシーン。なるほど、うん、こういう味ね。ほんとね、姉ちゃん舐めてみ、あ、あ、姉ちゃん舐めてみ、舐めてみ、舐めてみ、味見、味見、舐めてみ、こうにした方がいい。うん、あのね、ほんとにね、もうちょっと辛くてもいいかも。うん、でも、うん、もうちょっと塩足すか。うん、塩、塩、塩と辛味もちょっと入れてみたい。肉につけるっていうのをイメージしたら、うん、このままで今、美味しいから。はい、ありがとうございます。あ、でも肉にもちょっと塩コショウしてあるけど、でもちょっと辛み、辛みが欲しい。でしょ？うん。欲しかった。で、うめえでしょ？うん、美味しい。で、うめえんだよ、これ。なんかね、思った、想像してたのとちょっとね、違う、すごい、あのね、マイルドな味だった。そうなの？びっくりでしょ？癖がなかった。びっくりでしょ？うん。この色からして、びっくりでしょ？すごいもの、すごいものなんじゃないかと思ったら、全然。甘いんだね。じゃあもうちょっとね、塩とハラペーニョ足します。ちょっとハラペーニョ増やして、どうでしょうか、これで。あうめ、あうめ、うん、うん、これくらいがいい。美味しくなった。すごい美味しい。え、これ肉に乗せるってちょっとね、まだ頭の中で肉と合体しない。じゃ合体させてよもう激うまですから。激うまなんですね。じゃあそれを楽しみにして、とりあえずソースできました。ソース完成です。はい、ではみちむん先生にお肉焼いてもらいたいと思います。あれ先生、そういう焼き方なんですね。そうっすよ、火はつけないんですね。はい、え、まず火つけずに並べますよ。こういうこと。もう素人はここでフライパンをガンガン温めてから油を敷きますね。大丈夫なんです。そんなことしないんですね。いいんですこれでいいんです。それでいいんですね。びっくりです。もう道部先生のお料理はいつもびっくりです。こっからのファイヤー、はい、ファイヤー、そしてつかないみたいな。ちょっと待って。ここまで食べてつかない。あのね、この夢組チャンネルではですね、はい、普通の人間めぐみと妖怪みちむんの普通の人間だから撮ってるところを撮ってもらって。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。あの、それが最強のコンビだというふうにお墨付きいただきましたので、うんうん、はい、こっちみちむん一人だと濃すぎてダメだとなるほどね。そう、みちむんの素晴らしさを最高に引き出せるのがめぐみだと。めぐみだね。そうそうそう、めぐみです。さすがです。はい、あの人の話を完璧無視してくれるしね聞いてねんかいみたいな。そうそうそう、たまに相手にしてない時があるそう、相手にされてない時があるそうそうそう、はい、ただスピーカーになってきます。そうそう、なんか後ろで喋ってるけどおっさらかしいみたいな。野沢温泉の旅はね、結構面白かった。そうですね、野沢温泉の旅はめっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かったですね。まあそういうのをね、これからも、うん、あのやっていきたいなと思うんですよ。はいはい、あのみちむんとめぐみの、うん、アラフォー女子と女子なんか言ってた。アラフォー嘘言ってんじゃねえよみたいな。でもめぐみはもうね、アラカンです。アラカンに片足つくのよ。アラフォーミチムンとアラカン、アラフィフごめんなさい、アラフィフミチムンとアラカンめぐみで、そうです、はい、
素晴らしい。はい、こんなね、日常をやっていきたいと思いますが。ね、日常ね。ギャラリーが何か言ってる。そう、ギャラリーがなんかね、お声がすごい。そうこうしてる間に、ね、肉がちょっといい感じに。はい。びっくり。これは油を引かないのは、肉から油が出るから。そうそう、まあちょこっとだけ引いてますけどね。引いてるんです。はい、ちょこっとだけ引いてますけど。でも温めてないってこと。そうそう、油が出てくるんで。じゃあ、冷たいフライパンに油だけちょっと引いて、で肉並べて、それで火ですか。そうです。なるほど、素晴らしい。これね、私たちがすると、市川先生、これ面白いんでしょうか。聞いてません。これこんなんでいいんでしょうかっていう感じですが、うん、いいんだよ。いいんですかね。いいです。はい。いいんです。いいんですね。はい、わかりました。これでいいってことで。さすがね、プロのちょっとフライパンさばき。これで買える。素人にはできないですね、このさばきは。こんなことしてさ、ってなっちゃうかもしれないじゃん。これはしょっちゅう素人はですね、表に来たり裏に来たりする癖がありますけど、うん、そういうのを動かすなんですかね。そう、ちょっと待ってもらって。ちょっと待ってですね。今ね、焼き目をつけてます。焼き目をつけてね。ちょっとこれ油でこう、これを、出た。行こうだ。必ず飛ぶ。そして戻される。飛んだものも戻されるみたいな。すみません、大事に。本日はですね、お客様に出すわけではございません。はい、勝手にここでパーティーをしてるだけですので、このいつもの夢の食事は、この落ちたものが捨てられております。私が食べますから。食べられてるんですね。そう、私が先に。に味見されてる。あ、もう今残念。こういう感じで。そう、マスクしてるとね。そうそう、意外と動きがね、ちょっとついていない。顔の表情がね、全部見てもらえないっていうのが。そう、半分ね。残念なんですよね。ここがね、ちょっとマスクの。でもちょっとここね、マスクから上の表情だけでも、ここで極めてほしいですね。そうそうしますね。何が行われてるかなみたいな、このマスクの中はみたいな。想像できない。想像できない。そんなのはできない。はい、もういい感じの、はい、お肉が焼ける、いい匂いがしてまいりました。じゃあこれはもうおしまいですね。はい。はい。ですね、何気に編集するのに 3,4 時間かかってるんです。そうなんですよ。すごいね、みちむちゃんが動きすぎるから編集するのが大変。そう、動きすぎると家庭作業だね。そう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 。はい、では次こんな感じでね、焼けました。超美味しそう。もうこれだけで食べたいくらい美味しそうね。家でお客さん呼んでパーティーの時にちょっとスペシャル感あるよね。うん、スペシャル感があります。はい、今何が焼けたんですか。今はね、焼けたんじゃないね、パンのね、パンのね、発酵が、第一次発酵が終わりました。今ね、パンが焼いておりますよ。はい、これね、これで食パンの生地なんですけれども、食パンの生地膨らんだんだ。はい、でね、これチェックの仕方がございまして、表示符号をつけるプシッって言って、この穴がプシッてやって、キューってしなければ発酵 OK だよっていうことなんで、はい、そしたら軽くで全然けてけてけ全然パフって感じでこう続いてもらったね。ちょっと待って、アップで映ってたからそんな踊りは映らなかった。じゃあ全然けてけてけ全然パフって感じでね、空気を抜いていただきますよ。はい、空気抜いたんだ今。何やってるのか。意味があった。ちゃんと意味があった。ギャラリーからのツッコミも入るよ。いいじゃないですか。いいですね。今日はギャラリーがいるから楽しいですね。嬉しいけれど、それギャランドゥーだからね。ギャラリーじゃない、ギャランドゥーだよ。ギャランドゥーありましたね、昔ね。ありましたね。ここになんか毛が生えてる人、みんなギャランドゥーって呼ばれてましたよね。そう、ここにね、毛が生えてる人は ね、みんなギャランドゥーって言われましたね。そう、言われてましたね。言われてましたね。それですね。
それではないけどね。そうですね。これあもうこんなこんなこれは食パンになるのだけれども、これから、ね、食パンになるんですね。へえ。はい。でこれは今ちょっとね。えこれ今さっきこねて、そう。ここが終わって、もう焼けるの？ちょっとねベンチタイムっていうのを取るんです。何だって？ベンチタイム。ベンチタイム。そう。10分から20分ぐらいね、生地をまたね、お休みさせます。うん、お休みさせるんですね。そう。眠る、眠る、ということで。眠ったね。眠りました。はい、お休みになりましたね。それは映っちゃう。映ってなかった、残念。それはね、ちょっと急にやられるんで、見てる先生の動きが激しすぎて。ちょっとね、パンしか映ってません、今。パンしかね。まあ、いいでしょう。いいでしょう。はい。お休みされました、パンが。はい、今ね。こうしてる間のお肉も。はい。タイマーしとかないと忘れちゃうんだよね。そうだね。はい。これはですね、別にパンの作り方を説明してるわけではないので、はい、あの、日文先生の動きの面白さを取ってるだけですので。じゃあ、あの女坂田純二とかやる？あの、お料理にその面白さは必要なんです。もうね、このいつも日文はこういうんじゃないんですよ。カメラを向けた瞬間何かやらかし始める。そう、意外と ね、あの真剣に仕事はしてますからね。そうそう、してますからね。いつもこんなことやりながらね、お料理作ってるわけではございませんね。あの、気をつけないと、これが本当の私だと思ってると、うんうん、あの仕事してる姿見るとおっかねえと思うから気をつけるよ。そうですよね。いつもは何も言わずにやってますから、ね。そう、黙々とね。今日はサービスタイムです。そう、サービスタイム。はい。まずはですね、まずはこれを、肉だけをちょっと食べて、これだけでももう十分美味しそうですよね。うん、美味しいよ。続いて。もうここ、もう一つだけの。そっか、もうここで食べ始めちゃえばいいか、みんなで。どうぞ、この辺じゃちょっとついてると送ってみて、うん、もう桁違いだ。ちょっとこれやった。いや、でも今から食べちゃいます。まだこれから。行ってみてよ。でも夢は食べてみます。まあ、お店がね、お店をね、ちょっとしてるね、ところだけどね。うん、まだ2回目やね。うん、2回目はさ、どうしたの。この間だもんね。これでもさ、肉のこのしつこい感じがすごい爽やかさっぱりになる。本当だ、美味しい。これでしょ、めっちゃ美味しい。これでしょ、です。ちょっとこれはね、本当に美味しい。今日は特別にちょっと本当はバターでやるといいんですけど、うん、あのこういうね、油があるので、ね、スプレー式の油で、それを缶の中にシュッして、シュッして、で寝かせたパンを起きてくれって。おはよう、おはよう、おはよう、朝だよ、朝だ、朝だよ。歌われちゃうからね。その後知らないっていうね。あ、そして伸ばす、そう、伸ばす、伸ばします、伸ばします。ここはね、しっかり油が深いと思います。俺も行くね。本当、うん、ありがとうございます。ちょっと待ってください。いいよ。ありがとうございます。すいません、少々お待ちください。高山ベースをいただきますんでね。高山ベースをよろしくお願いします。高山ベースなんですか。高山ベースって高山にお家があって、そこでグランピングやるのかい。え、何をやるって。グランピング。グランピングって何？グランピング場、何それ、何それ。高級キャンピング場みたいなね。なんか超楽しいとこじゃないですか。え、今超だってゆるキャンとか流行ってる。そうですよね。え、何それ何それ。ご名刺とかないんですか。ご名刺は今ないんですか。まだ退職していましたんで。これから始めるんだよね、息子たちと。え、じゃあその情報があったらみちみちゃんと2人来るの。そうですね、そうです、ね、うちの弟とかね、今超キャンプに流行ってて。あ、そうですか。ハマってて、うん、うん、
え、それ超いいな。高級だったら行きたい。そう、高級なのをやるんだよね。高級なの目指して。で、それがいい。 だからね、普通のキャンプは私大嫌いなの、うん、あのお手洗いがない、あ、はいはい、汚い的なとか、はいはい、虫がとか。でも外でご飯を食べるのは嫌いじゃない。すごいでかいテント、テントって言っても、うんうん、家みたいな、家みたいなテントになるんですよ。え、ちょっとすごい素晴らしい情報。前が全部ガラス張りで、うん、え、何それ、何それ、こういうテント、高級キャンプのお店を開かれるそうです。テントなんだけど家みたいになってて、前がガラス張り、ガラス張りになってて、へ、中にトイレも、中にトイレがある、テントの中にトイレもシャワーも、うん、シャワーも、でそれ普通にホテルじゃん。そうそう、だからやっぱベッド入れて、ベッド、ソファーと。それはそんな高級だと、ちなみに一泊おいくらぐらいするんですか。1泊5万以上ですかね。5万以上ですね、はい、それは本当にセレブの方が言ってるから。分かりました。東京から、うん、あ、僕東京なんで。あ、そうなんですね。東京から客を呼んでくると、セレブを呼んでくると。じゃあ私たちも行けるように、みしむちゃん頑張りましょう。いいようだ、頑張りましょう。じゃあ皆さん、ただにしろって言うと思いますバレたバレたね、バレたね、バレちゃったね。ただで、ただね、いろいろハードルがめんどくさくて、うん、食事とかいろいろやんなきゃいけないです。ああ、そうですね、うん、まあ、それはそれでね、いろいろ、それはそれでね、うん、食事とかいいんじゃないですか。夢を、夢が、夢の食事が。じゃあみつみちゃんと話したんだよな、ね、あ、それは話していい、これ、ね、あ、いいね、いいね、ワクワクがちょっと広がる ね、ワクワク。そうそうそう、おとのちゃんにも話しとこう、うん、もう一個パンあるよ。これはね、ちょっと固めの黒パン、黒パンでいいんですか。これはね、ブラウンです。ブラウンです。ブラウン、黒じゃないんだ、ブラウン。そうそう、ブラウン、要はあの日本でいうとふすまでございます、うん、え、何、ふすま聞いたことない、あの何にも知らない私ね。ふすま、生成される前のコモコみたいなのかな。あ、それですね。でもこれ、こういうのにこだわる人いますね。生成しない、だから白いもの食べない人いるよね、うんうんうん、あの黒い砂糖とか。あ、そうだよね、黒い粉とか、うん、それ結構人気ありますね、うん、では次、肉ブロックいきます、はい、肉ブロックの焼き方も一緒です。先に火つけちゃダメです。先に火つけない理由は何ですか。硬くなりすぎちゃう、あのね、うん、ジュって焼けすぎちゃう。そうね、一気に焼けすぎちゃう、ぎちゃうかもしれない。で、中まで火が通らない的な、うん、これは何肉だっけ。牛肉、全部牛、うん、あ、そっか、牛だから、うん、まあちょっと火が通らなくても大丈夫なんですね、多少はね、まあ、結構な厚みがありましたので、ありますのでね。そしたらこういった場合は、うん、あの少しあの何、蓋をして焼くといいかな。あー、なるほど。お肉の水分で、うんうんうん、あ、もういきなり蓋ですね。おっしゃいます。はい、これで、ね、あ、ま、真面目なみちむんは3秒ぐらいでしたねそうそうそう、3秒持たないね、持たないね、持たないね。なんかやりたくなっちゃうね、なんかやりたくなっちゃうんだよ ね、 ね、ついた、うん、はい、あ、ジューって音がしてきましたよ、音がしてきましたよ、いいですね。さっきのね、うん、美味しかったね、美味しかった、めっちゃ美味しかった。なんかあの油、肉の油がまつわりつかない、うんうん、確かに、あのソースでさらっと入る感じ、うん、あのソースがあの、うん、さっぱりしてるから、うん、すごく肉の油を吸収しちゃう感じね。あ、そういうことなんだ。だからちょうど口の中でこう混ざった時にちょうどいい感じになる、ちょうど感じ、そうそうそう、ちょっとね、そういうのは理屈は分かりませんでしたが、なんかさっぱりとお腹の中に入ったなっていう感じがあっていっぱい食べられちゃうね、いっぱい食べちゃう ね、 あれはね、あれはね。でもね、1個しか食べないうちになくなってた。Me too みたいなそれはしょうがないらしい、それはしょうがないね、早めに買ってなんね、そうそうそう、早めに、そうそう、いっぱい買ってきたから大丈夫だよ、まだあるよ、ご飯もあるよ、ちょっとご飯もあるんだ。大ちゃん来たよ、強敵大ちゃんが来ちゃったみたいな吸引力が衰えない大ちゃんが来たうちの ダイソン、いくら大ちゃん、大ちゃん
それ何それ何それダンソンだったみたいな。いや私はそれが何だかわからない。そういう、うん、あのちょっとがいるのちょっと前にね、あの流行ったね。あそうなんだ。そうそう、このね、あの漫才師の方ね。漫才師ね、すいません、テレビ見ないので全く知らないです。いいです。まあ見てる人は知ってると思うんで。そうそう、見て、まあ、分かる人は分かる。分かるね。そのね、投げた言葉に対して広げてくれるんだけど、広がったのが分かる。私が拾えない。いや、それはダイソン。ダイソンじゃなくて。言えない。掃除機でしょっつって。掃除機でしょ。そこまで行けたんだけど、その後の、あの、ね、漫才師が。で、出てこなかった、ね。なんだっけ、ダイ、それは何、ダンソン、あの人なんていうんだっけ、名前忘れちゃった。なんかこう、かぶり物をして、うん、で反対側にこうやってなんかこういう風な感じかな、こっち側にこうあれしてるんだっけな。面白いですよ。そういう人がいるんで、そうそう、なんていう漫才師だか忘れちゃった。忘れちゃったけどそういう人がいたんで。いました。全然知らないです。今どうなったの。いましたって言っちゃ悪いかもしれない。いるかもしれない、ね、今も活躍されてるかもしれないけど、うん、そのね、大ちゃんの吸引力が衰えないから広げてもらったけど全く分からなかったですね。あれはもう全部焼いちゃった、はい、あの薄切りの肉はもう全部焼いちゃった、終わったんです、あれ全部だった、そう、あらもっと買っとけよかったんだ。あっという間に吸い込まれました、みんなの胃袋に。あれもっと買っとけよかったんだ。そうだからさ、美味しかったから、うん、あのね、いっぱい食べられるね、うん、美味しいからね、いっぱい食べられる、あのさっぱりとしたさっぱりしてるからね。あとはチキンをちょっとあと軽く焼き目つけて火入れてもらってね、はいはい、だってあとパンもあるし、煮込んであるから大丈夫さ、はい、そうそう、肉は少しずつでも全然大丈夫ですよ。楽しみ、このね、もうすぐ忘れる、なんだっけこれ、これブラウンパン、ブラウンパ ン、ね、ちょっとアレンジしてみたから、いや黒じゃないんだ、ちょっと硬いかも。いや、それが、いや、いいよね、いいよね、ちょっと固めぐらい、ちょっとね、パラパラになっちゃうかもしれないけどね、いいいいいい、トーストすると最高に、うん、チーズがあるから大丈夫、大丈夫、結構ね、いい匂いしてきましたけど、先生、はいはい、どうですか、あ、もう表面までちゃんと焼き色っていうか、色が変わって、ちょっと今、ミチブンの腕しか映ってない。さすが先生、違う、やる、もう腕が違う、ね、腕が違うか、やっぱりね、肉焼くのもね、腕が違う、腕が太いみたいな、太くはない、大丈夫。このね、あの、いきなり火つけないですね。そうですね。ね、フライパンの冷たいところから肉並べて、これがプロの仕方ですね。全く何にもつけないですけど、はい、そうか。すいませんね。左利き先生は左利きだからね。そうそう、腕しか映んなくなる。そうなんだよね。あ、いい感じの焦げ目がついてるんじゃないですか。最高の焼き上がりだよね。素晴らしいお肉の匂いが。これ皆さんぜひやってもらいたい。めっちゃ美味しいですよ。いいですね。牛肉だということで、今回はちょっとミディアムレアぐらいですか。そうですね、ミディアムレアで仕上がった肉でございます。ちょっと切ってみますか、うん、ソース持ってきます。はい、ソース持ってきてもらって、すいません、吉川先生にも、あ、めっちゃいい感じじゃないですか、ね、これ一番美味しいところじゃないですか、ね、この色具合はやっぱり焼きすぎると辛くなっちゃうか、赤身はね、そうですね、ソースかけちゃって、はい、ソースかけちゃって、はいはい、もう少しこれバッチャーみたいなね、それこそバッチャーってなったら大ショックですか。いい感じだね。ちょっと今さっきのお皿に乗せたから緑っぽいですけど、はい、どうせ緑になるからいいんだよ、はい、いいですね、はい、まあ、ちょっと部分購入って、ね、部分で、あの、味がついてるところとついてないところと食べ比べて、じゃあどうぞ作ってくれた本人から、はい、焼いてくれた方からちょっと味見したいと思います。はい、味見してみてください。味見しなきゃダメだよね。じゃあではこれをいただいてみたいと思います。いただきます。鶏肉と残りの牛肉、すね肉だからめっちゃ硬いんだけど、うん、そしてあのね、赤身なんだ。鶏食べてみたい、鶏。では次、鶏肉行ってみたいと思います。鶏肉、まずは何にもないやつ、でもこれもね、コーラで
似た。どうでしょう。コーラに似ただけ。うん。コーラで似ただけだから味はなんもない。けどすごい柔らかいです。柔らかい。これは秘密でソース。今洋風チャーハン作ってます。おーい、今ニンニク炒めた後にご飯入れます。入れますじゃない、入れました。すいません、私の失敗、スイッチ入れてなかったです。はい、ブラウンパンできました。ブラウンパン、すごい綺麗な色。アンパンマン焼けてる。よし、焼けてる。よし、ちょっと固めなっちゃうかもしれないっていうお話でしたが、言っていた。さあどうでしょう。ごめんね。クッキーみたいですね。おお、本当だ。すごい、なんか音がカリカリっていう。大丈夫かな。そうですか。ほうほうほう。こういう感じでポロポロ崩れちゃうかも。はい、ありがとうございます。熱いよ。熱い。あのね。めっちゃ美味しいよこれ。美味しいね。味がこれさ、キムチューリー混ぜても美味しいな。ご飯にちょっとやってみよう。わー、ね、すごい。キムチューリー入れたら美味しくない？これきっとめっちゃ美味しいと思う。めっちゃ美味しいこれパン。なんか味がすごい。味がね、何の味だったらこんな味になるの。なんて言うんだろう、多分ね、香ばしい。香ばしくて、もうチュミチュリパーティーだから、チュミチュリパーティーだから、チュミチュリ味チャーハン。あ、緑、グリーンチャーハンだね。グリーンチャーハン、グリーンチャーハンだね。グリーンチャーハン、うん、ちょっとチュミチュリ入れてパセリ。そう、ラムネさん、めっちゃ美味しそうだね。新たな料理を見てもんだ。新たな作っております。そしてこのパンがめっちゃ美味しいです。ちょっとこの私の手でずっと食べても味がめっちゃめちゃ、味がそうだ、やっぱり肉と同じレベルの塩コショウさん必要でしたね。バターをちょっとね、一切れ入れました。この塩味で最後の仕上げでございますね、はい、香りとね、はい、やっぱりバター最後に入れると違うね。違うね、ちょっとだけだけど、ね、よいしょ。あんまり入れるとね、しつこくなっちゃうから。しつこくなっちゃうから、ね、うん、重くなりすぎちゃうから。そうそうそう、こんなのできました。これがチャーハン、洋風チャーハン。はい、洋風チャーハンです。ちょっと、はい、ちょっとどんな感じか、石川先生お味見。これは石川先生も初めての初体験でございます。はい、次は先ほど焼いたブラウンパン、はい、にキムチュリーソース乗せてのからのこのさ、クラフトのとろけるって焦げないんだよ、あまり、うん、あ、そうなんだ。そう、あのもう一つあるじゃん、とろけるって、うんうん、あれはこうにこんがりした色がつくんだけど、これはね、あの溶けるだけなの、焦げない。ほうほう。でね、あんまりなんか私すごくなくて好きなので、ほうほう、最近はマイブームです。これをちょっと焼きますか。焼きますか、じゃあ少し、ちょっとだけ焼いてみますかね。少しね、はい、じゃあ焼いてみましょう、うん、はい、パン焼き上がりました。これはちょっと失礼していくだろう。これ絶対うまい、ね、ちょっと美味しいね。食べてみたいと思います。どうですか、これ。いただいてみます。ダメだダメだダメだ